ました。私はイエメンのスプリング。でも唇もさ、どちらかというと赤紫っぽいよね。地毛黒いもんね。うん、専門の時にさ、イエベのスプリング言われてさ、10年ぐらいイエベのスプリングだと思って生きてきたけど、うん、本当に合ってるのかって言われだよ ね。まずこのシルバーとゴールドのドレープ、うん、この布を当ててどっちが似合うかっていうのを顔写りを見ていくんですけど、シルバーが似合えばブルーベース、ゴールドが似合えばイエローベースの可能性が高い。うん、私が好きなのはゴールド。アクセサリーとか全部ゴールド。ゴールド。だってイエベだと思ってたから。それ違ってたらマジ最悪だ。本当。で一応これがシルバー。でゴールドは2種類あるんだけど、まず薄いゴールドから。ゴールド。寂しく見えないし、モモの顔がはっきりしてるけどシルバーも負けてなく見える。でこうゴールドより全然シルバーの方が似合ってると思う。うん、そうだね。うん。シルバーって血色を引くんだけど、うん、血色を引いた方がすっきり見える。でもこれとこれだったらこっちの濃いゴールドはさ、イエベなの。そう、イエベなんだけど、これは結構色味が濃いのが似合う人とか強いのが似合う人に似合うから、逆にブルーベースでも強いのが似合う人とかにも似合ったりする。なるほど、ね、だからこの時点ではっきりわからない可能性もあるから。うん、で次はフォーシーズンタイプって言って、あのもう定番の春夏秋冬、うん、イエローベースの春秋、ブルーベースの夏冬っていう感じで調べていくんだけど、まずピンクのドレープを当てて顔写りを見ていきます。サマーのピンク、ウィンター、うん、いやねスプリング、うん、オータム。なんか顔がすごい今パッて見た時に、そうだね、なんかこっちの方がしっくりくる。なんかこうイエローベースにした時に顔の見えなくていいアラが見えちゃう。うん、こっちですっきり、これブルーベースのウィンターなんだけど、うん、血色を引いた方が顔がすごく綺麗に見える。確かに決まったよ。希望は、希望は、うん、でも私ブルベア入っててほしい。うん、サマーがいい。これはサマーでもこう見た時に薄いかな。そうだね、悪いわけじゃないけど、こっちの強い色でも十分変じゃない。ウィンターは絶対にないと思ってたから、うん、だとしたら結構衝撃的。いやでもなんかみんな聞くと、自分も含めてそうだけど、みんなイエローベースだと思ってる、うん、基本的に。日本人だからね。でもブルーベースの方が多い。これ合うね。うん、好き、この色。これサマー、うん、ウィンターめっちゃ似合うめっちゃ似合うねウィンター、スプリングダメだね。オータム、もうなんかこれで見るとスプリング似合ってない気がするね。うん、スプリング似合ってない、うん、っていうかスプリングが似合ってないっていうより、多分ウィンターがめちゃくちゃ似合ってる。これめっちゃ似合ううん、でサマーだと悪くはないんだけど、ちょっと薄い、寂しい。うん、こっちだと色強いのに、ももの顔とはフィットしてる。すごく綺麗に見える。黄色、黄色です。サマー、幼稚園みたい。ウィンター、スプリング。私黄色似合わなくない？うん、黄色似合わないってことはブルーベースの要素が高い。でウィンターの人ってあんまり黄色が似合わない可能性が高くって、着るんだったらこういう黄色。うん、ビビッと。これグリーンね、うん、サマー、ウィンター、スプリング、オータム。うーん、イエローベースが似合うんだったら結構こことかハマってくると思うんだけど、ほんまじゃない、うん、どう。そうだね、他が似合わないっていうよりもウィンターが似合いすぎてやっぱブルーで血色引いた方がここら辺の赤みとかも目立たないし、あ、これと比べた時にこっちの方がこう見えなくていいアラがいろいろ見えてくるじゃん。クマとか赤みとかシミとか、うん、でも青でスッキリしてあげた方が綺麗かな。違うね、うん、顔が何白くて青いからブルーベースっていうよりは、
青みを入れて足した方が綺麗に見えるか、黄みを足した方がいいかっていう感じかな。絶対それみんな勘違いしてるよね。そう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 、普通に私だって肌の色で判断してたもん。そう、肌が黄色いとイエローベースって思ってる人多いけど、まあ、その要素が高いだけで完全にそうではないかな。確かに。これサマー、でもこれ悪くないね。ウィンター、オタム言われるとそんなこともないかな。やっぱブルーが一番似合ってる。いや、真帆送ったじゃん熱海の写真。うん、私このこれめっちゃ似合わなくない？なんだろう、イメージにないのかな。これな、何これ、オータム、オータムの一番深いやつなのかな、かウィンターだけど、すっごい暗い色が似合う人に似合ってくる。これは、まあ、いわゆる白っぽい色を集めてどういう白が似合うか、うん、で、これサマー、ウィンター、ウィンターが真っ白、真っ白、ウィンターだけ真っ白。うわ、スプリング、オータム。うわ、これはオータムとスプリングの違いで、明るくなる方がやっぱり綺麗に見えるけど、真っ白、強い色ではあるんだけど、これをしたらすごい綺麗に見える。本当だ。で、これ似合わない人、本当に似合わないから似合ってる。私白い服もね、似合わないと思ってね、あんまり持ってるけど、似合う、ちょっと控えてた、うん、似合ってる、すごい。これはお洋服に取り入れやすいベーシックカラーを見ていきます。これがサマ、好きいいんだよ、好きな色着てね。サマは結構濁りが特徴、うんうん、めっちゃ似合うじゃん、黒。え、かっこいいじゃん、似合うじゃん。なんで似合わないと思ってきたの、逆に。先生のせい洗脳って怖くない？うん、いや、めっちゃ似合ってるよ。今めくった時超かっこいいと思ったの。マジ？でも黒好きだからめっちゃ持ってるけど、うん、ベージュ似合わない、ね、ボタン基本的に濃い色の方がうん、の方が今めくった時に淡い色とかよりは濃い色の方が似合いそうだね。そうだね。あ、4シーズンの、まあ、春夏秋冬どれが似合うかって全部当てたんだけど、もう圧倒的にウィンターがお似合いです。ブルベースのウィンターです。イエーイ、ブルベブルベです、モーちゃんの好きな。私ブルベずっと言えべかと思ってた。セカンドも見るから。あ、そうだ、セカンド、そう、セカンドでスプリングとか来る可能性もあるし、ファーストで一番似合うのはウィンターだけど、ウィンター、ウィンター、セカンドで似合うのもまた違う。そうそう、2番目に似合うのだから、あの、どっちも使った方がいいと思う。せっかくセカンドわかるから、それも広がるね、見ていくね。モモは、16タイプで見ると、うん、ファーストがウィンターで、ビビッド、ビビッドで、セカンドがなんとイエローベースのスプリングのビビッド入ってた先生はあながち間違いじゃなかったってこと？そうだね、間違っちゃったんだ、セカンドとファースト詳しく知らないだろうねだから、だからブルーベース、イエローベースにこだわるっていうよりは、はっきりした色が似合う、うん、鮮やかな色がお似合い。だからコーラルのメイクも似合う。うん、いける、いけるし。で、何がもうは避けた方がいいかっていうと、ダック色だからあんまり濁りがある色とか、茶色とか、すごい薄い色とか。でも茶色でもはっきりしてたらそんなに変じゃないと思う。 あのイエローベースもいけるから。ベージュは？ベージュも、あの、淡くてちょっと濁ったベージュは良くない。わかる、似合う。うん、だからスプリングの人でもビビットスプリングだから、あの、真っ白に似合うから。あ、そうなんだ。黒も似合うし。あ、本当だ、入ってくる。そう、だから、あの、白とか黒がめちゃくちゃ似合うタイプだったっていうこと。マジずっと似合わないと思ってただからコーラルのメイクもあながち間違ってないし、あの、いろいろ変えられる。なるほどね。だからブルーとかイエローにとらわれない方がいいかな。じゃあ、あんまり薄い色のメイクよりは、うん、はっきり、はっきりした。うん。え、リップも、リップも、あの、今の診断だったら赤リップ超似合う。似合わない。でも赤リップだとやっぱり顔のパーツとか輪郭とかで結構違って見えたりはするから、ちょっと一概には言えないけど、あの、色としては顔色が綺麗に見える色は赤リップ。でも似合うと思うよ、赤リップ。これ真帆が作った、これがね、スプリングの服で、これがサマーの服。ももはサマーが可愛いなって思いますね、この
水色とか、これがかわいいよね。オータムで、これがウィンター。だから私はウィンターだからこっち系の色が似合うってことなんだけど、そしてこれがアイシャドウ編です。これがスプリング、これがサマー。わかりやすいですね。これがオータム、これがウィンター。ここのサロンに来たら真帆がこの中でもその重力タイプのどれ、このこれ系の色が似合うよっていうのを教えてくれます。で、これがチーク編です。サマーのチークは私はあんまり好きじゃないね。やっぱりこういうコーラルの方が好きです。これがオータムとウィンター。スプリングサマー。いや、スプリングのリップがやっぱ好き。でもオータムのベージュのリップもすごい好き。このファーストが納得いかない人でもセカンドのメイクをしたかったらもう全部それで揃えたらもちろん似合うし、だからもうベースから1から揃えたそうだね。で、例えば、まあ、私はサマーとオータム入ってなかったけど、サマーのメイクやりたいとかオータムのメイクやりたいって人もそれも全部一式、全部目の色から肌の色からリップ、アイシャドウ、チーク、髪の色もできれば、あと服も全部それに揃えたら全然似合うっていうことだから、そういうことです。マホはどれでしょうか。どういうこと。マホはどのパーソナルカラーでしょうか。これはでもね、一瞬でわかるよね。見た。ウィンターです。一緒だもんね。一緒、全く一緒。私の目の色。でもモモがイエローベース入ってるのちょっと目の色わかる。ね、私のお父さんのね、目の色がね、ヘーゼルみたいな、ヘーゼルだよね、マホ、ね、カラコンみたいな、そう、本当に可愛い色してて、その遺伝で真っ黒ではないんですね、私は。ちょっとブラウンで、肌はちょっと赤みがあって、シミもあっておばさんになってきて。これじゃあ、モモの一番似合うウィンターの中のカラーを一枚ずつ選抜していく、ベストカラーを見ていきます。赤、ウィンターだけどこれとかもちょっと、じゃあすごい似合うかって言われたらそうじゃないから、やっぱベストカラーまでちゃんと見た方がいいと思う。なんかウィンターだからって言って、じゃあこれウィンターだから似合うんだ取り入れましょうってなると、え、似合ってないじゃんって終わっちゃうから、うん、確かに、うん、ちゃんと似合う色を最後まで知った方がいい。こんなに細かく見てもらった方が絶対いいね。そう、全然めっちゃ似合う。マジ、うん、緑いけるんだ。緑ばっかり。ほら、ほら、緑じゃん。そう、緑じゃん。じゃあ、私、緑の T シャツ買ったの前、うん。緑の T シャツってすごいね。あ、でも今、緑流行ってるし。え、似合ってたんだよね。捨てたけど。捨てるなよ。この緑も着てるってこと。あ、かわいいじゃん。え、めっちゃ似合ってるじゃん。なんで捨てたの。わかんない。え微妙だね。これめっちゃ似合う。全部濃いやん。全部濃いよ。これがコーン。持ってない。あんまり紫は合わない。もう黒似合うから、ちょっと黒をベースにして、 IC カラーって言ってウィンターの人もほんと原色ばっかりだから、1枚で着るんじゃなくって原色と合わす淡い色っていうのを見ていくね。だからスーツも黒のスーツ着て、さっき言ったシャツの色、あだったり、コートでインナーの色、あートップスの色、なこの色はすごく似合う、馴染む、黒と着てても浮かない、わかる、こうなんか色だけ浮いちゃうの、うん、なんでさっきの方が似合う。え、マホ、この赤は何。これちょっとスプリングより、ウィンター、うん、これも捨てちゃった。え、それ一番似合うんだよ。これ捨てちゃった。なんで捨てんの、似合う色ばっかり。ベストカラースプリングだったらこの何、オレンジ系とか、うん、イエローとかゴールド系も似合うけど、ウィンターだとバイオレット。アッシュじゃないんだね。アッシュじゃない、アッシュは濁っちゃうから。あー、そっか。あとは真っ黒が一番似合う。今からマホにウィンターの感じでメイクをしてもらいます、うん、私がいつもスプリングの感じでメイクしてるから、いつもと違う感じで。これ可愛いね。
ラメの色めっちゃ可愛い。今白使ったから次ちょっとこのココアブラウンっぽいのつけてみる。このラメで一回やってみようかな。かわいい色。ちょっとここだけ先になるね、うん、すごい十三みたいすごい。あにゃあせよね、かわいい、ね、見て画質めっちゃいいよ。ほらさすがベビーベビーすごい、ね、16タイプのパーソナルカラー診断だけだと16,000円だけど、ペアで来ると14,000円になります。1人ね、うん、1人1万円2,000円オフになって、しかも彼氏とも来れます。カップルでね、例えば、まあ、これから結婚控えてたりとかしたら着物着たりとかねするし、ウェディングドレス選んだりとかタキシード選んだりとかするときに、やっぱお互いのパーソナルカラーが分かってると選びやすいよね、うん、だからカップルでもちろん来ることもできるけど、男性だけの来店はダメなので絶対女性同伴で、うん、じゃあ男の子2人で来たいってなったら女友達連れてくればいいよ。うん、大丈夫。その子はやらなくてももういるだけで大丈夫で、あとは16タイプのパーソナルカラー診断プラス今日私やってもらったメイクアップ付きだと21,000円です。安いです、うん、パーソナルカラー診断を私前やってほしくて調べたらめっちゃ高かったんですよ。4シーズンだけでまあ、5,000 円から15,000円ぐらい相場が、で16タイプだともう3万円以上のところが多かったから本当に安いんです。16,000円ってもう一個が16タイプのパーソナルカラー診断プラスフルメイクレッスンの方、レッスンは真帆がその持ってきた自分のコスメとかで化粧を教えてくれる、うん、パーソナルカラー診断だけじゃなくて普通にメイクレッスンとメイクアップするコースもありますので、詳しくは概要欄のリンクから見てみてください。めっちゃかっこいい系だね。似合ってる。普段全然やんない。ありがとうございます